後がない一行、見る目も自然と厳しくなると。この子いいと思う。一行が食いついたイケメンとは一体。結城十太です。あの坊主姿でここまで綺麗っていう、だけど整ってるよね、目とかも全て。お化粧したら綺麗になる、カツラくんだって。分かる分かる分かる。肌も綺麗だし、きめ細かいし。一行ジャパン2人目は結城十太くん22歳。ミュージカル「テニスの王子様」に出演、期待の若手俳優だ。果たして一行ジャパン期待の新星はどこまで綺麗な女性に変身するのか。これは期待持てる。はい、ちょっと期待できそうです。ゆうきくんに登場していただきましょう。頑張れ。恋も仕事も完璧な私、サタデーナイトの今夜誰と過ごそうかな。テーマはクールビューティー、日本代表ゆうきくん登場です。自分で女装された気分は。そうですね。メイクがどん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 ね、できていくうちにだんだんなんかその気にならなかった、自分で、うん、ここはもうやっぱなりきっていかないといけないなと思って。いやでもやっぱり自分で綺麗だなと思うでしょ。ちょっと、ね、いや今笑って笑うから自分が肌綺麗。ちょっと笑ってよジュッタ。タイのニューハーフ、日本のイケメン、どっちが綺麗、ビューティー対決2回戦、注目の判定は。せーの、せーの、どうぞ。ドン。下は日本が4、タイが3ということで日本代表の勝利です。日本が勝ったって、すごい。2回戦はジュッタがミラクルを巻き起こし日本が勝利。1勝1敗、勝負は最終戦に持ち込まれた。